TV 皆さん、こんにちは。今日はですね、元町駅から徒歩5分、南京町を向けて南の方にあります。こだわりの素材でできた服、そしてここでしか買えない、こだわりのアンティークの小物などがあるそうですよ。ケケランドさんの方へ向かいましょう。こちらのビルの2階です。 さあ2階の方に上がってまいりましたこちらがケケランドさんですけれどもねもう入る前からムンムンおしゃれな空気が漂ってきてますよ早速入ってお店の方にお話を聞きましょうお邪魔しますさてビルの2階のお店に入ってきましたあのビルにこんなおしゃれなお店があるのかっていうぐらいすっごいおしゃれですしかもすっごい広いですよ それでは早速店長の水戸さんにお話を伺いしましょう水戸さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますこのお店ね私が見たことないようなおしゃれなものとかが多いんですけれどもどこで買い付けをされているんですか 買い付けは、うん、えっと、海外、えっ、ー、と、フランスに年、ね、に2回行ってるので、はい、えっと、はい、フランスの、あの、現地での直接買い付けと、あとは、あの、国内もの、オリジナル商品と揃ってます、うん。はい。国内ものでもね、本当に私の見たことのないような、もう一点ものとかが多いそうなんです。あとですね、レディースものが主に扱っていらっしゃるということなんですが、男性の方はいらっしゃるんですかはい、あの、男性の方、 用の,あの商品っていうのはあんまりないんですけれども、あの雑貨とか、あと、あの彼女へのプレゼントですとかっていうのを探しに、男性の方もあのよく来られます、はい、もう男性も入りやすい雰囲気の店内ですからね、おお気軽にお越しくださいさて、聞いたところによりますと、イベントがあるそうですね。 毎月お客様に楽しんでいただけるようなイベントをあの考えてるんですけれども例えばこの今の梅雨時期でしたら、えー、と雨の日の,あの楽しんでいただけるイベントとか夏でしたらサマーセールとかあの毎月、何かしら楽しいイベントをやってます、はい、ぜひ皆さん、毎月お越しください。ささあ水戸さん このお店の商品、本当に一点物とか、とても珍しい商品が多いんですけれども、お店に来れないという方は商品見れないんですかねあ、いえ、あの、お店の方でスタッフみんなで、あの、ブログもやってますし、はい、で、ブログの方で商品紹介もさせていただいてますし、はい、あの、オンラインショップもホームページから飛べるようになってますので、オンラインショップでも、あの、全国の方にご購入していただけます、はい。オンラインショップとお店の商品は同じですか あいえ、実はえっとあの1点ものの商品が多いので、お店はあの今シーズンのものはお店でしか買えないですし、あのネットショップの方ではネットショップ限定の商品もやってます。はい、両方チェックしていただけると嬉しいです。はい、是非両方ともチェックしてみてください。 自分だけのスタイルとか小物を見つけたいという方にとってもおすすめのこのお店です。それでは早速ですね、このお店のおすすめスタイルというものをえチョイスしていただきましたので、お願いしましょう。はい、よろしくお願いします。 準備が整ったようです。それでは登場していただきましょう。どうぞー。<laughs> あらー、すごい爽やかでかっこいいですね。これはどのようなテーマですか？えっとあの流行にとらわれないトレンドにとらわれない。えっ、ー、と初夏の大人カジュアルスタイルです。はい、本当に見てて涼しげですよね。はい、では、上の方から順番に説明をお願いします。 えっとシャツがうちのオリジナルブランドのシュールメールというブランドでダブルガーゼのコットンの1、えっと、枚で決まりがいいプルオーバーのシャツになりますでインナーがフラチュール・ドゥリオンというフランスの、えっと、カットソー専門のブランドでものすごく着心地が良くってカットも綺麗なボーダーの夏らしい T シャツになります で、ボトムの方が、えー、アンドジャンプというドメスティックブランドの、えっ、ー、と、パンツなんですけれども、あの、体のラインにフィットしすぎない、リラックス感のあるスタイルをすごく上手に、あの、表現してくれる、えっ、ー、と、大人に向けたカジュアルのブランドになります。で、えー、サンダルの方が、えっ、ー、と、スペインからのインポートで、あの、カルザノールというブランドのサンダルですね。で、あのー、 スウェードを使ってましてで足先をキュッとあのすっきり見せてくれるカットなのでえっ、ー、と定番なんですけどもすごく人気のブランドになります着心地はいかがですか着心地はとてもいいですはいとてもいいです着心地が良くてそして個性的なあなただけの一枚ここにあるかもしれませんぜひお越しくださいそれでは最後に一言お願いします お待,お待ちしております。アットホームなお店ですのでね。待ってますよ。うん、それでは行きましょう。最後に。せーの。コーベ TV! <noise>